それでは皆様乾杯。はい、こんばんは。ということで、こんな感じかな。ちょっとモニターが曲がってしまったんですけども、あとは棒読みを接続してコメント入れて終わりという感じでさ、来ましたね。今日はすんなり、ちょっと棒読みの声を変えてみたんで、どんな感じで読むんでしょうね。ダメ犬さん、こんばんは。ちょっと、まあいいや、こんな感じなんでしょうね。女性の音声1と2があって、今までやってたのが1で、今のが2なんですけど、あんまり変わんないかもしれないですけどね。まあ、いいっしょ。ということで、今日も行ってみたいと思います。はい。あとなんかやることあったか。まあいいや。かなり冷えてます、買ってきて冷凍室に入れてたんでね、まあ、やっぱりちょっとお薬の関係でアルコールはちょっと微妙だなっていうところあるんで、ノンアルコールでいってみたいと思います。うん、やっぱりね、冷たい缶ビール飲んでる感じしますよね。大したもんです。うまい。あ、まずい。ちょっとくしゃみが出そうになったんですけどね。まあ今日から、研修ということでね、英語の勉強を始めたんですけど、まあ最初のレベル確認のテストはですね、半分ぐらいだったかな。一応 A1 とかなんか表示されてたんですけど、まあ C とか D というよりも、まあ A のが一般的にいいんだろうなっていう感じはしますけども、まあ意外と分かったかなって感じですね。いろいろなんかこう話してんの聞いて、選択肢が3つぐらいあって、で何を言ってたんですかみたいな感じですね。まあ選択肢がちょっと簡単すぎましたね。明らかに違うのが2個あって、正しいのが1つだったら、あ、もうこれだなっていうのはすぐ分かってしまうような問題が結構あったんで、それでかもしれないですね。私の英語力でも A が取れてしまうという。まあ今後は Zoom でですね、対面でやるらしいんですけど、そもそも私が貸与されているパソコンがですね、管理者権限がないので、Zoom のソフトがですね、インストールできないというまあですね、どうやって Zoom に招待していただくかっていうのをね、考えないといけないですね。話ではフリーでソフトとかインストールできるから大丈夫だよってことで申し込んだんだけども、実際は、まあ一般的なセキュリティの観点からすると当たり前なんだけども、管理者権限がないと勝手にインストールできないという、まあ当然ですね。まあ自分のパソコンの場合は別に自分が責任持つから、全て許可するで最初設定してるから、
どんなソフトであれ、まあ今あるのか分かんないけど、ブラウザクラッシャーとかそんなのもダウンロードしちゃっても自分の責任だってことで言えるんだけど、今はねやっぱりかなりそういうインターネット通信のですね、技術や仕組みが複雑になって高度化してるんで、まあ勝手になんかソフトをダウンロードしたりしてね、仕事上の影響が出ちゃうとそれはまずいので、それ以上続行するのはやめました。多分やろうと思えばできたんだろうけど、やっぱり正規のね管理者権限の人がこのソフトはいいですよって認定した上でやんないとダメですよね。うまい。いやー、味うまいっすね、アジの干物。まあ今日はご飯も炊けてるんでね、この後麦飯を食ってですね、まあ栄養をつけるという感じですね。まあこれだけでも十分なんですけどね、やっぱお腹空いちゃうんで、とにかくメンタル面でも食べるものが美味しくいただけるっていうのはいいことです。でね、特にこの今日宮虎商店で購入した、鶏餃子、鶏肉をですね揚げ餃子風にしたんだけども、これがめちゃくちゃうまいですね。さすが宮虎商店さん、素晴らしい。登録者の方が1名減りましてですね、どうしちゃったのかなと思って、やっぱりまあ中にはねしょうもない、動画なりライブだななんていうことで、まあ登録解除されてしまう方がいらっしゃるのかななんていう感じです。あれ入ってんな。まあそれはね、その見てる方の自由なんで。まあ枝島 TV を始めてからですね、一気に増えたんでね、いろんな視聴者の方がいらっしゃるのかなっていうところですね。あの猫動画がちょっとまずかったかなっていう気もするんだけど、まあなんかあったらごめんなさいで許される範囲かなとも思います。私も柴犬を飼いたいなとは思うんだけども、ここは動物系は飼ってはいけないということで、飼っても小鳥ぐらいまででしょうかね、文鳥とか十四松とかね、そんな感じですね。あとハムスターはちょっと微妙ですけど、あれ
夜になるとあのカラカラを走るのでうるさくて眠れないというそういう感じなんだね。まあもう仕事が1年で契約が切れて、住むところがっていう話になった時にまあねどっか、田舎行けばね、まあ、ある程度、自分の持ち家というか何やってもいい古民家とかっていうのはね買えなくはないんでね100万円とかまあいろいろ負担がついてるんでしょうけどね下水道の負担とかなんだなんだでねまあいわゆる本体は100万円だけども実際住むとなると500万円かかるとかそういう物件はあると思うんでねだったら探せばあると思うんですよね畳を汚すから、出るときは畳全部取り替えますとかねそういう契約で家の中で柴犬飼っていいとかあるかもしれないですね、まあ、例の絶望ライン降参ですかねあれがやっぱ一応ご本人はフィクションですとかってやってるんでねそれが本当だったらまあそういう撮影用に部屋を借りてってことでやってるのかもしれないですねまああれだけ有名になればね、絶対中にはどこの工場に勤めてんだとかって探し出すやつがいると思うんだけどもそういう話もネット上で聞かないんでまあ私が思うには、まあ、そういうリアリティすぎるなんてフィクションというねそういう体でやってんのかなっていう気もしますね。私は本当に LINE 工として日々働いていますと言いながらもですねなんか結構いい車乗ってする感じもたまに動画の中で出てくるしってところですね給与明細とかっていうのも特に会社名とか出さなければ別にそういう虚偽のね、なんか法律に触れるとかっていうのもないだろうからまあある程度自分でこしらえてね、住民税いくらとかでもそれやっちゃうとちょっと微妙ですね嘘のというか虚偽の住民税の金額を示して私はこれだけですとかってやるとね違う面でちょっと混乱させたとかっつってお咎めがあるかもしれないですね、まあ、それ以外の部分の基本給いくらで、手当がいくらとかっていうのは動画上でまあ任意に作って出したもん誰の迷惑にもならないんでねただちょっと税金に関してはあんまりおすすめできないと思いますね。だいたい住んでる場所も特定されてるみたいなんで、まあ、収入に応じて一定の比率がかけられるわけなんで、それと違ってたらやっぱりね。おかしいんじゃないって話になるので
考えるとね、やっぱりフィクションなのかなっていう気もしますね。なかなか LINE 校のお仕事をされてて、で帰って飯作って飯動画たまに撮って犬の散歩して、ちょっときついと思いますけどね。で動画の編集ですよね。240万とかってなってるんですけど、多分私の方が低いんじゃないですかね。再任用になっちゃったんで、仕事は 1.5 倍ぐらい増えてますけどね。まあやりがいはありますけどね。まあそれで考えたんですよね。なんていうのかな、スキルを身につけさせて、それで、そういう人たちを再任用でバンバン大変なところに、当て込むという。そうすれば仕事はできるわ、やってくれるわ、給料は3分の1でいいわで、こんな飯馬な話ないなと思いますね。その経営者というかね、支払い者の方からすればという、私なんか最近そんな風に思うようになりました。まあ考え方によっては、今まで散々安定した身分でね、まあある意味いい思いしてきたんだから、その借金を返してるんだみたいな感じですね。まあ、そう考えれば私もムキになって反論できる感覚もないですね。あ、そう言われればそうかもしんねえなって感じで、いやむしろそういう言い方する方が失礼かもしれないですね。まだまだ、そういった労力やお金の面で返しきれてないというのは結論でしょうか。はい、まあまあそれよりももうこの年になると健康ですよね。健康で毎日こうやって缶ビール飲んでライブがやれるだけでも幸せだなってね。こうやって曲がりなりにもエアコンがついてね、夏は涼しく過ごせるという。でこうやってインターネットまでできるっていうのはね、なんか iPad 2台パソコン2台そうしたら無線機も2台いやね、もう贅沢ですよね。だから240万円以下で、年収240万以下で少ねえとかって言ってたら罰が当たりますね。まあそんな風に思うので、昔は腹が立ってたりしたんだけども、今はあんまりそういうことで、ムカついたりとか切れたりしないですね。まあ、全て自分のこうね、今までの足跡の結果が、こういうことなんだっていうところで、それでもまだ幸せだって思えるという自分に驚いたんですよねという。ちょっと今ひろゆきのモノマネが入ったんですけど、はい、では今日はこの辺でね終わってみたいと思います。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。今日は多分ね声音声がちゃんと入ってると思います。ミキサーのですねジャックを1、2とあるんですけど、どうも2の方が調子がいいみたいなんで差し替えてみました。はい、では以上でございます。